ちくんでっかいあくび。夕べ遅くまでテレビ見てたら眠くて眠くて。ケイちゃんが喜びそうな番組なんかやってたっけ？月千番でございますわ。ちょっと待て、勝手に想像して決めつけるんじゃねえ。男の子なら当然です。恥ずかしくないですよ。ちょっとこの昼休みは爆睡させてくれ。いや本当マジで。あら、私が黙って見過ごすと大思いで。邪魔したら怒る、すごい怒る。さとこちゃんやめなよ。ケイチくん寝ちゃった。寝顔かい。後でお持ち帰りしていいから、そっとしときな。向こうへ移動しましょうです。ケイチにうるさいと悪いですよ。先生が来ても起こさないであげましょうです。それっていつから？もう次の日にはいなかったって。綿流しの晩に失踪したらしいよ。さん、ケなの？わかんない。私の知る限りではね。で、他にもいるんでしょうか？彼女がたたりに会ったのか、鬼隠しに会ったのかは分かんないけどね。いや、何せよ、もう一人いるんだよね。社様ならね。でもでも今年は出ないよ。バッチャと村長さんが話してたんだけどさ、今年は事前に警察と話がつけてあるらしいんだよ。何が起こっても騒ぎにしないで穏便に片付けるって。じゃあレナたちが知らないだけで、どこかで誰かがかもしれないってこと？かもね。次はレナかな。安心しなよ、レナはちゃんと帰ってきたよ。でもあ、ダメだったんでしょ？昔の話だよ。もうやめよこの話。
先生が来るでございますわよ。ケイチさん、起きなさいな。やるじゃねえか、サトコ。俺が寝ている間に気配を消してこれだけの上等をやってくれるだよ。先生が来ましたよ、ケイチさん。着席遊ばせ。ほら、前原くん、下級生をいじめてはいけません。謝りなさい。ほら、前原くん。へいへい、謝りますよ。さとこさん、ごめんなさい。ゲーちゃん、ゲーちゃん、その恨みは部活でね。着席着席。同じゲームを続けて2日やった試しはありませんし。ミーにお願いしてみたらどうでしょうです。いっけね、今日おじさんの手伝いの日だ。悪いみんな、今日なし。おじさんの手伝い？柄にもなく高校なやつだな。悪い悪い、ほんとすっかり忘れてた。じゃあごめんね、みんな。今日はおじさんこれで帰るわ。みーちゃんね、たまに町にあるおじさんのお店の手伝いに行くんだよ。バイト代が出ると言ってましたでしょ。結構なお小遣いになるらしいですの。しかしそれはアルバイトというんじゃないのか。校則で禁止されてないか。家事手伝いは除くと書いてありますです。じゃあ今日はこれで解散かな。かな。別に部長不在でもいいだろう。やろうぜ部活。お、あったあった。昨日の推理ゲーム
ようやくコツが分かってきたところで中断しちゃったからな。私は構いませんけど、レナさんとリカはどういたします？ケイチ君がどうしてもって言うならちょっとだけいいかな。僕はみんなが揃っての方がいいなと思いますです。部活がないなら僕はお買い物に行きたかったのです。お醤油とかを買いに行きますですよ。あ、そうでしたわね。すっかり忘れてましたわ。なら、レナも久しぶりに宝探しに行こうかな。せぇ、このゲーム楽しみにしていたのにな。またの機会に叩きのめして差し上げましたよ。犯人はサトコ、凶器はピストル。やはり貴様の仕業だったか。なんですって？じゃあケイチ、凶器はロープで、犯行現場はラウンジですわ。ロープなんかいらねえ。このまま締め殺してやら。いやー、ケイチさんの毛玉な。ケイチさん、覚えてらっしゃい。いっぱいいっぱいいたぶられましたですね。かわいそうかわいそうです。かいかい。片付けよ。レナ、やっぱりこのクラスからも転校で出て行っちゃった生徒って結構いるんだろ？南沢って田舎でしょ？転校していっちゃう人も時々いるよ。じゃあ、このサトシってやつも転校してったのか？ごめん。よく知らないの。その、意地悪で言ってるんじゃないの。ちょうど去年、レナが転校してきてから入れ替わりだったかな。だからあんまりお話ししたことないの。ごめんね。
ケイチくん、怖い顔してる。なんでだろう、なんでだろう。あ、ごめん。今日の部活、楽しみにしてたからさ、残念だっただけだよ。帰ろうぜ。ケイチくん、疲れてるのかな？かな？そうか？あ、うん。今朝からケイチくん、なんだか元気ないよ。風邪かな？きっとケイチくん、引っ越しの疲れが今になってきたんだよ。前に住んでたところとは全然違うところだもん。いろいろ慣れたり覚えたり、疲れて当然だよ。そうなのかな？うん。絶対にそうだよ。レナも最初そうだったから。わかるんだよ。だよ。レナがひなみざわに転校してきた時の話が聞きたいな。どんなだった？ケイチくんと同じだよ。人の名前も村の中も全然わかんなかった。みーちゃんとかが親切にしてくれたから全然寂しくなかったけど、やっぱり心細かったよ。じゃあ、レナもサトコにやられたのかよ。うん。椅子に座ろうとしたら、画鋲が置いてあったの。どっさり。そしたらそれを…懐かしいな。ミオンの部活には、いつ頃誘われたんだ？早速初日にか？最初は部活なんてなかったんだよ。途中からできたの。放課後にみんなで残ってゲーム大会をやろうって言い出して。そういえばミオン初代部長とか言ってたっけな。納得。内緒だけどね、みーちゃん最初は弱かったんだよ。全然勝てなかった。え？ミオンが？ちょっと想像つかないぞ。自分で言い出した罰ゲーム、ほとんど自分でやってたんだよ。本当に内緒だからね。みーちゃん以外ともちょっとずつお友達になれて、でも、ケイチくんが引っ越してきてからかな。ようやくここに馴染めたって自覚したのは。俺はいつになったら仲間だと認めてもらえるんだろうな。え？なんて言ったの？あ、いや、ごめん。独り言。ケイチくん変なの。
なあ、レナ。みんなは俺に、嘘や隠し事なんかしてないよな。え？してないよ、全然。嘘だろ。どういう意味だろう、ケイチ君。してるよな、俺に隠し事を。じゃあさ、ケイチ君、ケイチ君こそレナたちに嘘や隠し事をしてないかな。え？してないかな。嘘や隠し事してないかな。知ってないよ、嘘も隠し事も。嘘だよ。どうして嘘だって。圭一君、昨日の部活の時先生に呼ばれて職員室に行ってたって言ったよね。レナは知ってるよ。圭一君は職員室になんか行かなかった。先生はお客さんが来たって言ったんだよね。でも昇降口ではお話ししてなかった。校門のところの車の中で話をしてたよね、知らないおじさんと。誰？あのおじさん。知らない人だよ。知らない人がなんで圭一君に用があるの？俺が知りたいよ。じゃあ何の話をしていたの？みんなとは関係のない話だよ。圭一君に内緒や隠し事があるように、レナたちにだってあるんだよ。行こう。だいぶ涼しくなってきたよ。
あれは、誰だったんだよ。ケイチ、本屋さんから電話よ。夜分遅くに申し訳ありません。私、沖宮書房の大石と申します。大石さん？大石さんじゃないですか。ごめんなさいね。ご両親が出られたので本屋さんということにしておきました。警察ですって名乗るといろいろ気分を害されるでしょうしね。夜分遅くにすみませんですね。実は昨日渡した電話番号のメモ、あれ古い番号だったんです。本当に申し訳ない。これから申し上げる番号を控えておいてもらえますか。あ、はい。どうぞ。さて、どうでしょう、前原さん。何か変わったことはありましたか。大石さんはここの地元の方ですか。ええ、そうです。生まれも育ちも沖宮ですよ。あの、大石さん、鬼隠しって何のことか知ってますか。それはですね、人が鬼にさらわれ忽然といなくなってしまうことなんです。この辺り独特の言い回しですね。世間様で言う神隠しと同じ意味です。ひなみざわは、前原さんにこんなこと言っていいんでしょうか。もったいぶらないでくださいよ。大石さんが言わないなら俺も何も言いませんよ。ああ、いやいや、そういう意味じゃないんですよ。ただその気を悪くされないかと思いましてね。実はですね、ひなみざわはその昔鬼の住む里って呼ばれて恐れられていたんですよ。鬼？鬼って地獄にいる金棒を持ったあの？というよりは人食い鬼ですな。里に降りてきて人をさらって食い散らかしてしまうなんて怖い昔話があるんですよ。たたりと鬼隠しは一緒に起こるって言ってましたけど、どういうことですか？たたりと鬼隠しが必ず一緒に？それは初めて聞きました。そうなんですか、前原さん。それは俺が聞きたいですよ。レナとミオンが話してたんです。お社様のたたりなら必ずたたりと鬼隠しが起こるって。
前原さん、最初の事件ご存知ですよね。バラバラ殺人。ええ、6人の犯人のうち1人はまだ逃走中なんですよね。例えばそれ、逃走中じゃなく鬼隠しにあったんじゃないでしょうかね。じゃあその翌年の事故はどうです？誘致派の男と妻が一緒に事故死したんですよね。実はですね、正式には事故死したのは夫だけなんです。妻は死体が上がりませんでしたから。現行法では死体が発見されない限り行方不明扱いなんですよ。でも死体が見つからないだけで亡くなったんですよね。鬼隠しとは違うんじゃないですか。死体が出ない以上亡くなったとは言えません。法律で定めた年月が過ぎるまで生存扱いなんです。3年目はどうなんですか。神主は病死、妻は自殺ですよ。前原さん、実はね、これも全く同じなんですよ。これらを鬼隠しと呼んでいいかちょっと分かりませんがね、前原さんの言う通り、確かに毎年一人行方不明になっています。今年の事件では富武さんの連れの女の人が行方不明。じゃあ去年の主婦の撲殺事件はどうです？誰か行方不明になりましたか？確か犯人は逮捕されたんですよね。ええ、逮捕されてます。以前に逮捕歴もあるやつでしてね、別件で取り調べ中に犯行を自供してます。ですがですね、犯人逮捕からしばらくして被害者宅の子供が行方不明になったんです。犯罪に巻き込まれたのかどうなのか現在も捜査してます。だって犯人は捕まったんですよね。それともその仲間が？さあ、多分単独犯だと思います。もっとも今では確かめようもないんですよ。実はその男、取り調べ中に拘置所内でお亡くなりになっちゃいまして。つまり過去5年間必ず死者と行方不明者が一人ずつ出ているわけなんですよね。そうなります。ねえ、私も驚いてますよ。こんな共通項には気づきませんでした。例えば鬼隠しにあって失踪した人には何か共通点があるとか。1年目はダムの作業員、2年目は誘致派の男の妻、3年目は神主の妻、4年目は被害者宅の子供で、5年目は交際相手かな。特につながりはなさそうだし。1年目はともかく妻とか交際相手とかそういう人が目立ちますな。
4年目に行方不明になった子供ってどんなだったんですか？おとなしい感じの方だったらしいです。年はあなたの一つ上です。名前は北条さとしさん。え？さとし？あなたの学校に去年まで通っていました。話を聞いていませんか？お社様のたたりか。竜宮レナさんがですか？去年転校されてきた前原さんのクラスメートですよね。女の子には刺激の強い事件ばかりです。怖がるのも無理ないんじゃないでしょうかね。もっと確信じみたものだったように思います。なんていうのか、その。そうですか。では、こちらでも少し調べてみます。前原さんも少し竜宮さんの様子に注意してあげてください。それは、レナを見張れってことですか？そんな意味ではありませんよ、前原さん。お友達が次の被害者にならないよう、少し気にしてあげてほしいということです。圭一、ちょっとここを開けてくれ。すみません、親父が来ました。今夜はこれくらいでいいですか？ええ、夜分遅くに本当に申し訳ありませんでしたね。何か分かりましたら教えてください。こちらも進展がありましたらご報告しますよ。では失礼します。圭一、早く開けてくれ。父さん両手が塞がってるんだ。何父さん、それ何のつもりだよ。もうはぐらかすなよ、圭一。入るぞ。で、何の話をしてたんだ？別に何も。友達だよ。電話の話じゃなくて
してたんだろう今。レナちゃんが。来てないよ。もうごまかさなくたっていいぞ。さっきレナちゃんが遊びに来てたじゃないか。だいぶ話し込んでるみたいだったからお茶でもって思ったらすれ違いだったんだよ。どのくらい話し込んでたかな。レナちゃんが2階に上がったのが半くらいだったから小1時間くらいかな。2階に上がったの父さん見たの。ああ見たよ。圭一の部屋は階段を上がって奥の扉だよって声もかけた。お父さん、あまりからかっちゃダメよ。それより、アトリエを片付けて。またこぼすわよ。